夏の太陽、梅雨明けということで、空調服のファン新調しました。これまでのやつもいいんだけど、ちょっとね、高さがあって車に乗ると背中に当たるのよ。コンバインも一緒、シートに当たって痛かったんです、脇腹が。ということで今回、そしてなぜか充電器とバッテリーを紛失してました。この前から矢探しとったけどなくて、結局買っちゃったってもったいなかったかなね。ま、結構ファンもね、壊れるのよね。今までいろいろとモニターでいただいた、ま、ほとんどが中国製の安いやつだったんですけども、必ずモーターが壊れるね。持ちません、ワンシーズンということで。まあファンは どんだけやっても大丈夫かなと思いつつ、今回ちょっと薄型で買ってみました。ほんでなんかすごい24ボルトとかさ、何十ボルトとかさ、神風とかはやぶさとかってあるけど、あんまり強烈でもさ、結局バッテリーが持たないんだよね。2時間ごとで止まっちゃってたじゃ、途中で暑くて仕方ないんで、まあ、あのそこそこ回るモーターで、今回 18.何ボルトをしようかな、むちゃくちゃハイパーじゃないやつにしました。で、私はあのワークマンのオリジナルウィンドコア、これが一番いいのよね。結局最初あれなんだっけ、ベストから始まって半袖長袖で、結局最後に落ち着いたらこのフード付きのフルカバードタイプですわ、ね、頭までかぶらんとダメね、涼しさ半減ですわ。で、意外なことにね、これあのコンバインに乗るとあの痒くないね、とってもいい感じで稲刈りができたので、もう最近はもっぱらこのフルカバードタイプです。で、今からちょっとノルタンじゃないと、待て自然栽培林さん家の宇宙前の田んぼの、ラクトールを除草していきたいと思います。今日はまあ連休でお休みなんで、一人でのんびり行きたいと思います。イエーイ。いいだな、これぐらいだな。こんな全開だったらすぐ泣くだろう、バッテリー。しゃあ、去年空調服のファン買ったらつけていきなり片っぽ動かんくて壊れてたというどうなってるよね、品質管理。あ、これウィンドコア、え、これもしかしてワークマンのあれか、オリジナルか。はい、ラクトールで分かったのは、やっぱり溝切り除草と一緒で、このタイヤの跡が草がないんだよな、やっぱりということで、今回ちょっと上ずらしてやってみようかなって。これ別に5畳上を6畳でやってるから、もう元々ずれてるから、もうずれたところで、これホイップマシンなんでね、ノルタン JJ と違ってラクトールはこのくるくる回ってるこのホイップマシンが苗の上を撫でてくって感じだからね。はい、ということで、ちょっと油さすわ。油さしてくれって言われてますんでね、開始前でだってこの辺全然ベアリングとかないんだもん。頑張ってやってみます。
嘘でしょ。なんで抜ける？あれ？これどこ刺さってたの？抜けてる。なんてこったよ。終わってるし。ダメだわこれ。ショック。なんで抜けんのよここは。田んぼの中落としとるよねこれ。これだわ。参った。終了。まあどうしようもないんで、とりあえずタイヤで踏んで帰るか。参ったね。ガク。
はい、ラクトル壊れてしまった。まさかのシャフト抜け。簡単に抜けるのね、まさか。まあ最後しゃあないから、とりあえず踏むだけ踏んできましたけど、やっぱちょっと発展途上のマシンですよね。うん、耐久性がなかなか難しいのかもしれません。うん、まあ来年はまたちょっと改善されることでしょう。はい、じゃあ今年のラクトル助走終了しました。イエイ。